気の子みたいに天候を操ることはできるんですか、はい、あできます。できる、はい、どうやって、ですね、うん、あのカーボンとかですね、ヨウ素みたいなのを降らせると、うん、そこにこう水分がすごく溜まってくれるんですね、はいはいはい、でそこで雲ができて、うん、そこだけに雨を降らせることが、はい、で例えば使い方として、うん、まあ、なんか北京オリンピックとかですかね、聞いたことある、はい、オリンピックの会場に雲が来る前の時にロケット打ち上げて、はい、そこの前のところでも雨を全部降らしちゃって、はい、へー、はい、晴れるんですよ。それやっぱほんまなんですか、都市伝説やと思ってたけど、本当ですね。コントロールしてんねや。じゃあもう水不足みたいなことは、はい、もう起こらないってことでいいんですか。それどうなんですか。そうですね、うん、理論じゃ起こりにくいと思いますけどね、うん、そのダムのところの上に降らせればいいっていうことはいけるとは思いますね。確かに。あとあれや、その仮面ライダー変身、はい、変身はできるのかっていう。そうですね、うん、まあこれもですね、三角理由を聞きましょう、はい、まあ、変身って言ってなんかこう、うん、なんかポーズとかなんか撮るじゃないですか、はいはいはい、なんかこうしたりして、うん、でそれで一瞬、まあ、1秒以内ぐらいに変身すると思うんですね、はいはいはい、それは結構今のテクノロジーだと辛いと思ってます。そういうテクノロジーが何を使えばいいのかが分かりませんと、はいはいはい、ただ、うん、光のスピードで走ってくる、ま、走ってくる間に着替えてまたそこに座れば、あ、未来に行って帰ってきたって変身してるっていうそれで変身になってるっていう。変身、あ、そういうことか。大分薄い三角になるそのだから秒数をもうちょっと上げれば、はい、もしかしたら可能かもしれんってことですか。まあそうですね、可能かもしれない、ね、1秒とかじゃなくて、はい、10秒ぐらいならいけたりとか。いけるかもしれないですね。だからこれを結構ゆっくりめにやるとかそのまーねクローフの問題やな。これ科学かどうか分かんないですけど、はい、不老不死はどうなんですか。不老不死も、うん、それも三角にしましたかね。ちょっとそう、あれ、最大三角不老不死も基本的に私は最終的には可能だと思ってます、ね、可能、まあでもなんかそれはなんか分からんでもないねんな、はい、まあ、基本的に人間ってまあ病気で死ぬという、うん、はい、で病気もいろいろこうウイルスとか、うん、まあ、ウイルス別に排除すればいいでしょうか、はいはい、基本的に他は老化で、老衰ですよね、はい、老化で基本的にこう細胞とかが、うん、まあ突然変異してがんとかになって、はいはい、それを抑えられれば基本的に老衰だけの死になる。ほー、でそういう薬はやっぱ世界で今開発は開発されてんや、されてます。でこれはもう正直何十年後とかにはもしかしたらできる可能性は十分あると思います。火星はどうですか。火星で生活っていうのは、火星の生活も今、うん、そうですね、イーロン・マスクさんが今動き出して、はいはい、なんかやってますよね、うんうんうん、で、まあ、いきなり月を越えて火星かっていうところはちょっと個人的にはありますけど、うん、まずは月をもうちょっとやってくれってこと。そうですね、うん、火星ちょっと遠すぎるので。あ、そうなんや、はい、うん、行くのに250日と8ヶ月ぐらいですから。あ、そんなかかんねや、火星って。はい、はいはいはい、あとは大気が二酸化炭素だらけなんですよね、うん、地球と全然違うので、うん、まあ、生活ができませんと、うん、なのでなんか宇宙服を着ながら生活をするとか、うん、あ、そういうことなんや、うん、じゃあ火星移住計画とかっていうのはもうほぼほぼ無理なんですか。まあ、無理ではないと思う。居住区みたいなところを作って地球人が住めるような空気を部屋の中に充満させておいて、酸素を向こうで作れれば可能ってことや、はいはい、そうですね。今もその二酸化炭素から、二酸化炭素って CO2 なんですけど、 O っていう酸素があって、はいはいはい、そこから酸素を取って、はいはいはい、酸素をそういうのに使いましょうとか、はい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 、それはいける。いけますね。あ、じゃあこれちょっと丸より、丸、丸です。いや、違うの、なんか基本ずっとヘラヘラ喋ってるだから、ね、なんかその辺がね、きっぱり言い切ってくれたら、ね、そう、そりゃフリーだろ、俺もジャイスやったのも信じてないからほんま。え、じゃあ月はまだリアリティがあるってことですか。あ、そうですね、月はリアリティが、うん、え、月で住めるっていうのは、え、月は酸素はないでしょ、はい、全くないです、ね、CO2 もないんですか。 CO2 もないですね。まあでも近いっていうのがすごく大きなメリット、うん、え、そうなんですか、はい、うんうんうん、地球からやっぱり何がお金かかるかっていうと、やっぱロケットの輸送なんですよね。火星
まで例えば8ヶ月かかるとすると 8ヶ月の間宇宙船の中で人は、はい、生活しないといけないしないといけないと、食料もいる水もいる8ヶ月分のものを積まなきゃいけない。そうか、そうすると巨大なロケットが必要になってくるわけなんですよね。でも月だったら何日そこまで、あ、月だったら3日ぐらいで、ね、あ、そうなん、はい、え、月って3日で行けんの、はい、アポロとかは3日で行ってましたね。3日4日で、はい、え、あれは全然これもう最初に聞くことじゃないかもしれないですけど、月面着陸のね、はい、あの最初のやつ、はい、あれが都市伝説で嘘だったんじゃないかって、はいはいはい、あれはどっちですか、斉藤さん。私はあの都市伝説じゃないと思ってます。 あれは本当に月面着陸したんだっていう、はい、それ根拠は何なんですか。根拠ないですね三角やないか月の石とかちゃんと持ち帰ってますし、あ、はい、まあ、その石の成分とかでいろいろなこう科学的な根拠を基づくと、はいはい、この月の石ってこうだよねっていうのが基本的に辻褄が合う。あ、その話戻りますけど、うん、これタイムマシーンもしできたら、うん、どっか行ってみたいとかあるんですか。そうですね、未来ね、未来ですね、自分がいつ死ぬか知りたいですかね。ほう、なんでですかそれは。あ、いつ死ぬか分かれば、うん、なんか人生の力の出し方って分かります。はあ、そうかそうか、なるほど、それなるほど。じゃあ、今斉藤さん何歳ですか。46です。46で、はい、100歳まで生きるってなったらどうするんですか、はいはい、もう、ゆっくりゆっくり何がゆっくりゆっくりそんなに力入れなくても、うん、そうです。ただ60とか70って分かった途端に、うん、これまずいなっていう風に。あ、そう思いますか。はい、なんだったんだろう。47って言われたらどうしますか。まずいですねそれはまずいですよね、すぐ出ていくやろそんなみんな収録してる場合じゃない出てる場合じゃないっていうさあ、じゃあこれ最後にこの本で伝えたいことは何でしょう、はい、うん、はい、そうですね、うん、まあ、あの科学の面白さを、はい、まあ、こう堅苦しくなく、うん、はいはいはい、楽しんでいただけたらなっていうのが私のちょっと思いでこういう本を書きました。それが読んでいただいてちょっとでも伝わればなっていうってことはお子さんでもってことですよね、はい、そうですね、差し絵も多いですし、はい、うんうんうん、だからその、まあ、言ったら三角は三角やけど、はい、なんで三角かがちゃんと書かれてるってことですよね。もちろんです、はいはい、もう根拠は抜群に書いてある自信の三角、はい、自信の三角ですでは私から行きましょう、はいはい、斉田先生が一刀両断、全ての SF は三角である。うん全てじゃないわ、アイアンマン偽りありですから、ね、はい、さあどうでしょう、この本は売れるのか三角です。売れるかもしれへんし売れないかもしれない未来が分かればね、はいはいはい